れがね、もうほんと、とっておきの練習法なんです。はい、私ね、こんな練習法を、もう長いこと、ジュニアからゴルフやってきて、いろんなプロにもついて習いましたけど、もう、いまだかつてなかった練習法ですよね。やっぱこれがね、ドラコン協会入って一番驚いた練習法というか、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長の D です。さあ今日もですね、このシリーズ私の自宅から撮影をさせていただいております。なかなかですね、コロナも落ち着かない状況ではあるんですけれども、コロナに負けないように張り切っていきたいと思います。さあ今日のテーマは、本当はあまり教えたくない飛距離アップにとって大切なことというテーマなんですけれども、ですね、今までヘッドスピードをまず最初に上げましょうと。で、早くまずゴルフクラブという棒を触れる人になってから方向性とかミート率とか整えていけばいいんですよみたいな話をしてきてるんですけれども、ほとんどの人が私の目から見ると振ってるようで振ってないんですよ。実はレッスンに来てくださってる方とかも動画をね見て来てくださってるんで、もう最初からね思いっきり振られてるはずなんですよ。でも私の目から見ると軽くポコってこうお気に入ってるように振ってるようにしか見えないわけですよ。まあそれぐらい実はその満振りをする、目いっぱい出し切って振りちぎるっていうことも難しかったり、本人が振ってるつもりになっちゃってるとそれ以上リミッターが解放されて振りちぎるっていうことができなかったりするわけですよ。だって自分は振ってるつもりだから。ということでですね、ちょっと今から私が満振りしてる動画をお見せします。はい、多分何回か連続でこう流れると思うんで、それをちょっと見てください。じゃあ動画いきます、どうぞ。でしたでしょうか。これめちゃくちゃ振ってましたよね、振りちぎってましたよね。これが本当の満振りなんですよ。で、今これ見ていただいた瞬間に皆さん自分が、あ、振ってなかったなって気づけませんでした。そうなんです、ほとんどの人が言っても俺結構振ってるしって思ってるんですよ。で、全力出し切って叩いてるしって、もうリー先生言うように、ね、ツボ破壊で思いっきりぶったたいてツボ割るように全力出し切ってるしって思ってるはずなんです。でも今の動画見てもらったら、あ、なんか全然自分振ってなかったなーって思いません？はい。そこに気づいていただかないと、リミッターって解除できないんです。なので、これ今、わーすごいって思ってもらっただけの話ではなくてですね、要は普段のレッスンとかでも全力で振りちぎってる、高速で振ってる姿をレッスンの生徒様にも見ていただくわけですよ。で、それを見てもらうことによって目からいろんな情報が入って脳が活性化して振れる人にどん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 なっていっちゃうんです。ここがね、実は他のレッスンと一番違う点なんです。これね、JPDA、私、ドラコン協会のヘッドスピードトレーナーっていうライセンス持ってやらせてもらってるんですけれども、その JPDA のレッスンの中では、もう実際の現場でガンガンやっていく練習法なんですよね。なので、生でレッスンに来てくださった方っていうのがもう確実にガン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 って上がってっちゃう理由の一つとしてこれがあります。
これをもう繰り返し繰り返し私が振ってみせて、その次にその人が振る、でまた私が振ってみせて振るっていう交互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 なんてやっていくと、どん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 もうリミッターが外れて振りちぎれるようになっちゃうんです。自分の限界よりも、今までの限界よりも超えて振れるようになっていっちゃうんです。なので、もうここがね限界だって思ってるという方たくさんいると思うんですよ。もうこれが自分の限界じゃないかと、これ以上もう伸びないんじゃないかって思ってる方たくさんいると思うんですけれども、実はまだまだポテンシャルを解放しきれてないんです。なのでもちろん来ていただければ、それを解放することをやっていけますし、まあ、来れない方、動画だけね見てくださってる方もいると思うんで、さっきの動画を何度も何度も繰り返し見てください。練習場でドライバー打つ前とかに、さっきのあの連続再生されてた動画部分をですね、何度も見てほしいんです。毎回毎回見てほしいんです。でそれでイメージを脳に焼き付けてください。でその後にもうこのスピードに勝つぐらい振ってやると思って振ってみてください。とヘッドスピード上がっていきます。はい、これがねもうほんととっておきの練習法なんです。はい、私ねこんな練習法をもう長いことジュニアからゴルフやってきて、いろんなプロにもついて習いましたけど、もう未だかつてなかった練習法ですよね。やっぱこれがねドラコン協会入って一番驚いた練習法というか、はい、なので今までもあんまり動画の中ではそこら辺は深くですね触れてこなかったんですけれども、今日はですねとっておきの練習法をお伝えしちゃいましたけれども、ぜひですねこれやってみてください。そして自分のリミッターを解放してポテンシャルを出し切ってください。まだまだ皆さん飛びます。もう間違いなく飛びます。ということで頑張りましょう。では次の動画でまたお会いしましょう。またねー。